何やらシーンの雑貨が可愛いらしい山桃です。今日はねシーンねお洋服でもなく雑貨系をいろいろと買ってみたのでご紹介していこうと思います。視聴者さんからも結構ねシーンの雑貨可愛いので見てくださいっていうコメントもいただいてて、もう調べたらそら可愛いアイテムがいっぱいあったんよ。しかもなんてたってお安い、びっくりたまげた。これがもうということでね、こんなアイテムがあるんだよみたいなね、楽しんでてください。やっていきましょう。じゃ、まずね、チューリップ買った。じゃじゃーん。チューリップを買いましたら、こんな感じで入ってました。一個だけ飾るんやったらね、ちょっと心もとないなーって思うからね、ちょっと三つ買ったんよ。すごいですね。これ形を戻せるのでしょうか。あ、よかった。中ね、ワイヤー入ってるからか、ちゃんと伸びてくれたわ。まあ、ただちょっとね、梱包は雑かなって。まあ、だからね、お安く提供されてるのかなっていうのもあんねんけど、生きろ、チューリップ。そなたは美しい。なんとかね、三つ、こんな感じになりました。で、この3つね、なんかこう紐とかで、麻紐とかでくくってね、束にしておこうかなと思って3つ買いました。かわいいよねっていう感じのね、造花も売ってます。お次は、あ、じゃあこれいこうかな。じゃじゃーん、キャンバスボードみたいな、なんか立てかける系のやつですね。こういうの欲しいけど全然なくって、フライングタイガーとかでねたまに売ってたりするんやけど、どうしてもこうドンピシャのもんとかがないんやけど、シーンねこういうのめっちゃ売ってるんよ。でちょっとこれね、カラフルなの可愛いなと思って買ってきました。こういう雑貨系をアニメのグッズとかと一緒に飾ると、なんかそれだけでおしゃれに見えるからね、一緒に飾ろうかなと思って。マジかわ、このレインボーで、多分気づかんようにみたいな感じでね、段ボールみたいなんで包んでくれてるんやけどさ、これがなかなか外れへん。これ何、ここにさついてるホッチキスごとガッていくもんなんかな。見て、ちょっと残っちゃってる。でもまあ裏やからいっかな。ちょっとね、こんな感じになりました。ここのど真ん中に血みたいな垂れてんねんけど、一応ここにね、なんかフックみたいなのに引っ掛けれるような金具もついてました。でこちらもゲットしました。ダダーン。同じくこっちもなんかキャンバスボードみたいなやつなんかな。こちらは花柄の壁画壁画、なんか名前が独特なんよな。可愛くね、こんなねお値段で、しかもこの可愛いやつが手に入るっていうのがね、ちょっとびっくりしてる。シーン雑貨もめちゃめちゃ可愛い。めっちゃ可愛いお花柄。裏ねやっぱり段ボールが。これどうしたらええの？ごめんな。まあ、絵か見えへんとかやし。こっちもね、金具ついてます。こういうのはさ、なんかイメージカラーが紫のキャラクターのそばにね、立てかけたいなと思って。可愛いよね、なんか一緒に飾ってたら。ちょっとこれ使ってね、またオタク部屋とかもね、改造していこうと思います。で、お次。あ、そや、靴下とかもいっぱい買ったんやわ。いや、こんなに靴下買ってどないすんねんって話なんやけどさ、靴下も柄が可愛すぎて。まずこれね。どんなもん？え、めっちゃしっかりしてるな。厚みがある靴下なんやけど、で、100均で買うこと思ったらさ、え、むっちゃしっかりしてんねんけど。私さ、末端冷え性みたいなとこあって、足が冷たいから、ほんと年がら年中ね、靴下を履いてるんで、消耗が激しいんですよね。すぐね、なんか毛玉ついたりするから、ネット入れとっても。だからね、靴下いっぱい欲しいんやけど、これめっちゃお得じゃない？柄もマジで可愛いしな。いいお買い物をしました。で、こんな6足も買って、さらにまだ買ってるからちょっとね、お得すぎて、しかも柄が可愛すぎて買っちゃった。これがクルーソックス漫画グラフィック5ペア、お値段608円でございます。まあ、ギンガムチェックが好きなんでね、それに軽率に釣られました。で、こっちもお花柄やろ。で、なんか可愛いクマさんね。なかなかこういう柄物をね、外に履いていくっていうのは、お洋服との合わせ方が難しいので、家の中で履こうかなと思って。で、お次の靴下はこれね。どんだけ買っとるんよ。こちらも5ペア、お値段552円なので、まあ1点110円ぐらいですね。で、めっちゃ可愛いこの色。これは全然外にも履いていける、ちょっと探偵っぽい靴下ですな。どういう日本語だった今。で、まあこっちは比較的ね、外とかにも履いていけそうなやつやね。可愛い、お芋さんみたいな色してる。そして最後、フローラルソックス&タイツ。タイツって書いてるけど、タイツは入ってないんですね。シーンのね、あの日本語の訳し方みたいな、ちょっと難しいんですけども。で、こっちはね、ちょっとさ、デニムと合わせて履いたら可愛い赤色の靴下じゃない？めっちゃ可愛いと思って。単純にさ、300円ぐらいで3足入ってんのってでかいよな。って感じで靴下買いました。ほんならお次行きましょうか。お次こちら、ダーダーン。これはなんぞやって感じやねんけど、これを買い
ました。ちょっと今さ PC デスクの周りね、割となんかナチュラルテイストにしてるんやけどさ、やっぱこう海外ゲーマーさんのようなネオン感がいっぱいあるようなねゲーム部屋みたいなのも憧れないよね。どんなもんかなと思って買ってみたんやけど、ここに炭酸電池3本入れて、このケーブルとケーブルをカチッてつなげるんやと思うんやけど、入れてみようか電池。あ、コンセント結構長いなこれ。あ、いいよいいよ、はめます。はまった？お、すげえ！え、かわいい！これ壁とかにかけとったらめっちゃいいよな。まあでもさ、私さ、こういうフェアリーライトとかもそうやねんけどさ、火事とか起こらへんかなってめっちゃ心配になっちゃうよ。火事になったことなんてないんですけれどもね。お次こちら。ドン。3本入り、ギンガムプリント。ランダムカラーやったよね。で、これね、2つ買いました。ランダムで色違いで3種類入るってことでね、まず1つ目、この色入ってました。でもう一つの袋の方はね、こんな感じでオレンジと黄色と赤が入ってました。私黄色がね最近マイブームなので、まあでもいい感じにばらけたね色が。まあちょっとランダム品はね何が届くかなっていうのも楽しみではある。これなかなかいいですね。で文房具品もねめちゃめちゃお安いよね。で可愛いのがいっぱいあったのでご紹介いたします。まずですステッカー1個めっちゃ折れてますね。もう一つ同じの買ったんやけど、こっちはね生きてました。こちらステッカー丸いミックスカラー4本入り、お値段208円で、こんな感じでね丸いステッカーが4枚もなんと入ってます。まあこれはね壁にさポストカード貼る時とかね、そういうところに使おうと思うからね、まあ折れてても別にいいかなって感じ。他の韓国通販サイトとかで買ったら割とお高かったりするんやけど、シーンはね200円でなんとゲットできるので一番お得やと思うこれっていうね、お得なステッカーでございます。これいいね。お次マスキングテープとかも買ったんよ。はい、ってことでマスキングテープたち。まずこちらいきますね。2巻きランダムパターン和紙テープ、なんと同じのが来てしまいました。お花柄となんかニコちゃんマークやね、かわいい。で、あとは5巻きランダムパターン和紙テープ、お値段200円のものを2つ買いました。あ、これは違うカラーで来たわ、嬉しい。めっちゃかわいい、グリーンとねパープル系が届きました。5本も入ってて200円やろ、お安いです。まあちょっとね普通のマスキングテープよりはあの巻き数がちょっと少ないかも。なんていうの、トータルメートル数っていうの、やっぱねちょっと巻き数がわかるかな、ちょっと少ないよね。普通のあの有名なさ MT ってやつとかに比べるとね結構少ないので、まあまあ妥当なお値段かなと思います。種類がいっぱい入ってるからね、これはこれで満足かなと思います。かわいい、ギンガムチェック系がほんとこんなにたくさんあって嬉しい。そしてこれも買った、ファイリング製品ファイルストレージ305円。ファイルストレージって書いてんねんけど、これマスキングテープ入れるやつかな、こういうやつです。ホワイトを買いましたなんやけど、ちょっと汚れてる、ちょっとこれは除菌シートで拭いとこう。ほい、こういうやつ、ここまで開くやつ、あいパカーみたいな、語彙力のなさが凄まじいねんけど。でここにこうねなんかマスキングテープ入れてたんよ。いや普通に全然入らへんな、でもちょっとコスパ悪いかも。溝があるからねここに積んだりもできるみたいで、あ、はまったはまったはまった。こんな感じでねスライドして入れたらねがっつりはまるんやけど、待ってこれもちょっとゆるいな、なんかここかわいいけど見た目だけじゃなくて機能もちゃんとしてほしいなって思うので、300円でこのクオリティやったらちょっと高いかな。そうやな、中にもなんか段ボールの汚れみたいなのついてんねんけど、なんか段ボールのねゴミくずみたいなのが入ってんのよ。100円とかやったら全然許せるんやけど。まあでも見てこれ、レイアウトとしてはめっちゃ可愛くない？これちょっと机の上とか置いてたらさ、なんか作業したくなっちゃう、めっちゃ可愛いアイテムやねんけど、まあここはね皆様に任せます。お次こちら、おしゃれな人のインスタとか見てたらさ、おしゃれなさ新聞紙みたいなの引いたりしてさ写真とか撮ったりしてない？伝わんのかなこれ。こんな感じ、5種類が何枚か入ってるみたいな、なんかねメモっぽい感じになってる、こういう感じのやつね。でこれもなんかやっぱ裏にねちょっと傷入ってますね。まあ自分で使う分にはいいけどさ、なんかちょっとこうお友達にプレゼントしようとかで買うやったら、まあ、ちょっと気になるかな、こういう傷とか。なんかポストカードっていうよりほんまにねメモ用紙の厚みって感じやな。これは5つの柄それぞれ10枚入ってる、トータルで50枚の
そんな素材ペーパーでございます。あとね、クリップとかもなんかめっちゃ可愛いのがいっぱいあって、まずこちらクリップですね。ちょっと名前はどうなんやろって感じやねんけど、なんかこういうさ、カラフルなクリップとかなんかなかなかないやんか。めっちゃ可愛くない？これなんか安いからね、あんまり力強くないんかなとか思うけど、あ、ちゃんとしてるわこれ。ワイヤーネットとかにさ、なんかこうポストカード飾りたいって時とかね、こういう色付きのクリップで飾るとよりポップになって可愛いかなと思って。しかもね、こんだけ色が入ってるからね、推しカラー見つかるんじゃないでしょうか。やねんけどさ、待って、ばらけすぎな。ブルーとさ紫一個ずつしか入っとる。ピンクバリ入ってんの。やばい、ちょっと、とどろきくんのさ、ポストカード飾るとかやったら、青使いたいやんか。な偏りがすごいですね。っていう、まあ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 、ちょっとアバウトな感じやけどね、すごい可愛いクリップでございます。で、またまたクリップ。同じ意味合いでポストカードとか飾ったら可愛いやろな、と思って。で、こちらもクリップ買いました。どっちもブルーきた。まあいっか、それは自分の推しキャラがブルーやからブルーは使えるんよ。まず一つ目の袋にはね、このデザインのものが二つ入ってたんよ。なんかろうそくみたいなさ。ほんでもう一つの袋の中には一種類ずつ入ってた。ほんまね、このハートが欲しかったんよね。やけどね、このなんかろうそくみたいな形が来ましたね。もうちょっと買っとってもよかったかもしれんな。普通にね、シルバー可愛いし、紫も可愛いし、ゴールドも可愛いよ。で、まだまだ可愛いクリップあります。こちらでございますね。ハートとお花柄のクリップが入ってたんやけどさ、これをね3つ買ったんやけど、はい、ランダムって書いてるけどね、中身はハートとお花の1個ずつっていうのはなんか一緒やったわ。でこれね、ここ剥がすとこんな感じです。最初めっちゃ傷いってるんかと思ったらね、ちゃんと1個1個ね、傷がつかんようにカバーが貼ってありました。これも剥がします。テープディディーン、え、かわいい。これ後ろはちょっとなんてやろ、接着剤が横にそれたみたいな、漏れたみたいな感じにはなってるけど、まあ裏面は見えへんからいいでしょう。それにしても可愛すぎんこれ。でもクリップしてから剥がした方がいいかもしれない。めっちゃ指紋つきそう。案外しっかりしてるわ。可愛い。例えばトゥードゥーリストとかはね、書いてなんかメモ立てとくとするやん。その横にクリップちょっと挟んでたりしても可愛いしさ、推しの横にちょっとこれつけてても可愛いやんか。これもちょっと使います。あとはね、こっちシンプルなやつも買いました。クリアのやつ、ちゃんとこういうケースに入っててね、めっちゃしっかりしてる。やっぱクリアなデザインとかもさ、おしゃれやん。これもうさっき言ったようにね、同じ用途で使おうと思ってます。これも、あ、でこっちのステッカーも買ってたんやった。これ丸いやつ、ステッカー丸いミックスカラー8ピース、お値段166円。これもちょっとさっきと色が違うくってさ、可愛くないか。え、いいやんいいやん。あらまあ、めっちゃ使える。こういう丸いステッカー100均とかでもね探してたんやけど、もうこれがドンピシャなわけですよね。韓国雑貨通販とかでも売ってるような、同じやつやね、ほんまこれ。とてもいい。あ、あとこちら、ディディン、素材ペーパーヴィンテージパターンランダム60ピース、お値段264円。さっきのね、あの素材ペーパーのこっちはヴィンテージバージョンです。でサイズはね、さっきのよりもちょっとちっちゃくなります。でも60枚も入ってんの、めっちゃ可愛いよな。こんな感じ、紙の厚みはこっちよりもしっかりしてるわ。スクラップブックとかにも使えるってレビュー入ってたりするわ、ね、あとはインテリアと一緒に飾ったりとかさ、可愛いよね。物珍しいものがあったらついつい手を出したくなっちゃいます。買っちゃった、可愛い。あとはこちら、これはですね、クリア文房具収納ボックス、お値段175円。これはもう完全にね、オタ活グッズですね。じゃーん、これぐらいのサイズ感のやつ、これワンチャンさ、コースター入るんじゃねって思ってね。ちょっと待って、持ってくるわ。こういうコースターのサイズ感ね、これどうや。スリーブ入れたらもしかしたらサイズが合わんかもしらへん。ちょっとこのコースターね、マシコレってやつと同じサイズだったので、これに入れました。スリーブ、このスリーブに入れたら、あ、マシコレってやつのスリーブ入れたらぴったり入るわ。この無印良品のこれに私コースター入れてるんやけどさ、ぴったりサイズやから、これをねスリーブ入れちゃうと入らへんくなっちゃうよね。ファイリングしたくない
場合とか、スリーブに絶対入れておきたいって場合はね、これ良くない？マシコレサイズ入るってことは、マシコレ系も入るってことよ、これ。ちょ、ぴったりっていうよりはね、若干長方形やから、ここ余白開くんやけど、まあいいでしょう。良い。でもこの形はちょっと独特やなと思ってさ、買ってみたらめちゃめちゃ良かった。マジ、おたかつグッズいっぱいあるよなシーンな。これでもね、本当ぴったりサイズやからね、よっぽどのことがない限りね、スリーブ入れてなくても汚れないので、私はね、よくこれに入れてます。こういうジャンプ作品のコースター系は。マジで無印良品もいいよね。お次、じゃじゃーん、これ買いました。もうレビューとかでもみんな書いてるよ、このページ。もうオタ活に持ってこいだと。ジャニオタさんやね、もう K-POP オタクさん、アニオタさん、すべてのオタクさん、朗報です、これ。レビューとか見てたらね、トレカ用に購入ぴったりサイズでした、みたいな。こんな感じなんやけどね、やっぱ硬質ケースよりもね、ちょっと厚みがあって、ここなんかね、引っ掛けれるのもついてんのよね。だからチェーンとか通せばね、こう引っ掛けれるわけよ。わし、どこにつけようとしてるこれ。なんだ、風紀委員みたいな、腕章でも貼る？ひばりさん？まあ、そんな話置いといて。これちょっとね、使ってみたいんやけど、この辺ね。お、こういう感じや。ここはくっついてるんや。開きました。これどのサイズかいけんねやろ。まあ、ウエハースはちょっとちっちゃいと思うねんな。トレカ、トレカ系がぴったりなんか。ちょっとスリーブには入れよう。ウエハーススリーブに入れて、こう挟むやろ。ちょっとなんかサイズ感が若干違うよね。まあ、でもね、パカって折るのは折れたんよな。まあ、でも、若干横幅はみ出てるん分かるかな。高さが足りてないから分かるかな。ここ余白できてるんよね。パチッて締めたら気づくかなこれ。まあでもこれでも降っても落ちてこうへんから、でずれたりせえへんから中のカードがまあ大丈夫かなって感じなんやけど、問題は傷がいくかどうかってポイントなんやな。ああまあ傷はいってないかな。ウェハースでぴったりやったら多分パシャコレとかは入らへんと思うねんな。ちょっといろいろカード持ってきた。クリアカード系ね。配給のクリアカード。まあ、クリアカードって大体同じサイズやと思うのよね。イレギュラーなやつ以外は。これスリーブ入れて。まあ、横幅はね、ギリギリいけるんよ、これ。クリアカードはちょっとサイズ感。一応パチパチ止めれはしたけど、気づいてないからね、割とパキパキ止めても。案外いけそうかも。クリアカードも入りました、こんな感じで。まあ、言うてね、これ止める部分も、この端っこなんよね。この辺でパキパキ止めるから、カード自体に圧力がかかるのは、この四角いこの部分なんよね。あ、パシャコレも横幅割とギリギリかな。横幅ギリギリ。めっちゃギリギリ。スリーブに入れた状態でめっちゃギリギリやな。これで、デコってニキちゃんを持ち歩きたい私も。めちゃめちゃギリギリやがいけるか？まあ、最終ね、この上の部分だけ止めてしまえば、最終ここはね、止めんでもいけるんちゃうかなって思ってる。入るのは入る。傷もいてない。あ、でも、あんまりどのサイズ感も入るかもしらんな。じゃあ、メタカ。メタカも入るのは入るね。こんな感じです。で、最後一番ちょうど良さそうなサイズ感のやつ持ってきた。パラライのクリアカード。このちょっと縦に細長いサイズ感。これちょうど良さそうやなと思って。真ん中がメタルカード。これがウエハースのサイズ感です。パシャコレとクリアカードってなんか同じぐらいのサイズ感やな。比べたら割とスリムなサイズ感のやつですね。あー、それでもぴったりではないんか。ちょっと飛び出すんやな。K-POP アイドルのトレカとかがもしかしたら一番ベストなサイズなんかな。でもね、入りました。これデコって持ち歩きた。めちゃめちゃよー。自分でチェーンつけたらカバンにもつけれるんやで。やし、もうね、これはどこにもつけへん。ただただ持ち歩くって言うんやったら、ちょっと合わへんサイズ入れて、で、サイド止めずに、上だけね、パチパチ止めておけば問題ないかなと思います。これマジでいいよな。なんか硬質ケースよりもおしゃれな感じになりそうです。ちょっとこれまたデコろうと思います。かわいい。
けで、シーンで買った雑貨系、あとはオタ活グッズかな、以上でございます。結構ねオタクにも嬉しいアイテムが盛りだくさんだったので、もうこれはやべえ。もしねみんなもおすすめがあったらぜひぜひ教えてください。買います。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。